皆さんおはようございます、今日はヒップツイストからファンに行く際の男性の正しい入り方と女性の綺麗な見せ方をやろうと思います。では一度やってみます。ヒップツイストから2 3 4 1という入り方なんですけど、まず男性の注意点、ヒップツイストから、女性が歩いてきました。で、ファンに行く際にここ見え方としてはサイドウォークをこういうふうに横に歩いてるように見えるんですけど、実際は前進ウォーク、フォワードウォークという、ウォークをします。で、その際に女性に近づきました、足を先に出してしまいます。で、その後にフォワードウォークターニングというステップに入ります。左足を左回転ターンさせながら入っていくという入り方をします。男性シャドウでやってみます。こう来た後に足を出して左足でターンをしながらウォークをするという入り方をします。では女性行ってみます。はい、女性の綺麗な見せ方はヒップツイストをして1、2歩振り向いた時にしっかり、下半身を回転させます。左足がしっかり外股に向くまで回転する。はい、ここから後ろにまっすぐ下がって今度は右足を外股に向けてしっかり回転させます。はい、左のヒップが前の人に見えるようなイメージ。はい、こういうふうに踊ってください。では最後にもう一度やります。試しください。